どうもー。あら、何ですか？ポニーでーす。あ、ポニー？ポニー？かわいい。見ての通り、うん、大間さんです。大間さん、サングラス似合ってるね。ありがとう。これから一緒に番組を続けていく、うん、マスコット的プロデューサーだよ。あ、プロデューサーなんですか？すごい。あ、ごめんなさい、似合ってるねとか言っちゃって失礼いたしました。いや、ありがとう。はい、さかなちゃん、はい、競馬が上手くなりたいって聞いたけど、うん、はい、やりますか？やりたいです。上手くなりたいですか？上手くなりたい。じゃあやりましょう。タイトルは、はい、上手くなりたい。イエーイ。ところで、かなちゃんが、うん、競馬について興味を持ったきっかけって何だったの？もともとアイドルがすごい好きだったんですけど、うんうん、アイドルも結構競馬やってたりとか番組やってたりとかのイメージがあって、うんうん、だから大人になったらやりたいなと思ってたんですけど、大人になってからちょっとしばらくきっかけがつかめなくて、うん、なかなかこうやってなかったんで。あ、じゃあ今回いいきっかけだよね。はい、そうなんですよ。すごいずっと興味あったんで嬉しい。うんね、つい先日お仕事で札幌競馬場で初めてあの馬券買ってみたんですよ。お、あの馬券買うところで。お、買ったの？そうなんですよ。え、どういう種類の馬券買ったのよ？いろんなの買ってみようと思って、うん、あのいろんな馬にあの三連単とか、え、馬連とか、うん、やって、なんかいろんなので買ってみました。すごいじゃん。はい、ってかなちゃん、まず最初に上手くなりたいことなんだっけ？はい、ちょっと知識があんまりないので、うんうんうん、あの好きなお馬さん、うん、推しみたいなのを見つけたいですね。あ、確かに、はい、応援するね、お馬ちゃんいるとね、またそれが楽しいからね、うん、アイドルと一緒だよね、だからね。そうなんですよ、ね、アイドルみたいに推しを見つけたいです。いいですね。はい、ということで、うん、競馬について教えてくれる上手い人をお呼びしてます。上手い人、上手くなりたい。推しは美輪早秀、ウマルティのヒデです。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、もう早速、はい、ポニーとの絡み見ましたけども、はいはい、プロデューサーに弱いところは僕と一緒です。ちょっとプロデューサーで聞いてからヘコヘコして、僕もすぐね、はい、スーツとネクタイの方にね、こうフォーカス合わせて、序列がすぐ分かるタイプですから。だから長年やってきた、ね、そういうことでございます。あの、早速ですが、かなちゃん、はい、うまくなりたいわけですか？うん、そうなんですよ。興味あったんですけど、結構知識というか、はい、膨大な量があるっていうのをうっすら聞いたことがあって、はい、こう知れば知るほどなんかハマっていくとも聞いたんで。なるほど、わかりました。はい、教えていただきたいです。もう梅雨明けには上手くなってます。大丈夫です。あ、ですか？もう、もうすぐですよ。もちろんです。まあ、競馬歴も長いですからね。はい、定かではないんですけども、両親曰く、ヒデ、お前は産湯に使ったのが中山のパドックだと。いや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 、聞いております。嘘です、多分。嘘なんですけど、でも本当好きで、これあの結構言ってるんですけども、私の幼稚園と小学校の春の登園則が中山競馬場さんなんです。じゃあもうその頃から。で、あの、はい、その時の写真とかもありますけども、あの、まあ、芝生の上で、まあ、遊ぶスペースがあって、はい、で帰りにその時の年度代表馬だったり、はい、強い馬の下敷きをもらうんです。これがもう競馬好きになる切符です。チケット渡されるわけです。それ好きになるでしょ。英才教育受けましたよ、あなたたち。英才教育、そういうことでございます。そうなんですね。はい、ありがたい限りでございます。すごい。でも馬の名前とか覚えますもんね。いや、もうそうですね。で、本当にあの距離が近いので、実家が、はいはい、1990年12月23日第35回有馬記念、優勝した馬がオグリキャップ。あ、聞いたことある。あ、ご存知ですか？はい、あの時ね、まあ、会場にはもう20万人近いお客様がいたわけですよ。で、一斉にオグリコールっていうのが起こったんです。オグリ、オグリっていうのが、オグリっていうのが私の実家まで届いて、窓が揺れてひび入ったんです。そこは、あの、聞こえるはあるかもしれないけど、ひびは入ってない。ひびは入ってないですね。でもそれぐらいの距離だから、やっぱ当然好きになるんです。確かに、あの、知る機会もね、見る機会も多いですね。ですから私なりの知識をお教えできたらなと、はい、お願いします。思っておりますが、早速なんですけど、こう馬ってこう、あの動物園とかにもいるじゃないですか。はいはいはい、あの競馬の
馬ってなんでこう走るの速いんですか。人はなぜ恋をするんですか。めちゃくちゃピュアなんですね。そう、なんか違うんですかね。まあ、それはだからもう走りに特化したお馬さんだけが集うからなんです。逆に聞きますけども、はい、なんで速いと思いますか、馬自体。なんだ、でも練習。あ、素晴らしい。でもね、そういうことなんです。あのアイドルもそうじゃないですか、はいはいはい。まあ、生まれながらに笑顔とか可愛くても、うん、ダンスとか歌とかのレッスンして、うん、立ち振る舞いとかも教わって初めて世に、まあ、言ったらレースに出場するわけですよね、はい。そこでまあ一番人気推しっていうのが選ばれるわけですけど、うん、馬もそうなんです、うん。でもその中でも本当に速い馬だけが集まって、そこからいろいろ、まあ調教という言い方しますけども、はいはい、教わって速くなって皆さんに感動を与えるようになるんです。そうなんです。はい。まあ、ちなみに、はい、まあ、速い馬は、うん、なんで速くなったというか、なんで速い馬と言われるようになりましたか。はい、あれじゃないですか、あの遺伝。あ、はい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 、はい、みたいな。言いたいことわかります。あの速い馬、と速い馬で速くなってくる。なるほど、トンチみたいな。速い馬と速い馬で速くなってくる。辛いものと熱いもので韓国料理になるみたいな、はい、このもうあミックスしてみて。でもね、そういうことなんです、はい。要は速い馬のお父さんお母さんも速いんです、うん、はいはい。でさらにこのお父さんお母さんたちも速いんです、うん。これをサラブレッドって言い方するんですよ。あ、サラブレッド聞いたことありますか。はい、あの使いますよね、普通にも。そうなんです、そうなんです、はい。だから速い馬の両親やおじいちゃんおばあちゃんたちも速いと、はいはいはい。だから速いということで、このサラブレッドってアラビア語で直訳すると純血という意味なんです、はい。あ、そうなんだ。あ、だから速い血の、そういうことです。純血ってことか。だからもうこれ純烈になるとスーパーセント入るたった4人で終わっちゃうんで、あ、まあ5、6いたか昔、はい、全く別の話です、ね。別の話なんですけど、はい。まあ、現在の世界中のサラブレッドの、まあ、お父さん、はい、血統をたどっていくと全て3頭になると、でこの馬を3頭をサラブレッドの3大始祖というんですけども、ちなみに馬名なんですけれども、はい、バイアリーターク、はあ、ゴドルフィンアラビアン、はい、そしてダーレアラビアンと。でこの3頭がぐわーっと今の我々のね、うん、この競馬界を走っている馬の、まあ、先祖、始祖ということなんです。じゃあもうこの3頭がいなければ。そういうことです。だからもうご両親もそうじゃないですか、おじいちゃんおばあちゃんもいて、うん、今のかなちゃんがいらっしゃる。そっか、そういうことなんですね。感謝しなきゃいけない存在ってことですね。そのちなみに、はい、知っている馬馬名って何かありますか。先ほどまあ私はビワハヤヒデって言いました、ね。それはもう本当に、まあ、そりゃそうですよね、はい。それ知ってたら年齢詐称疑惑でもしくは本当にご両親お好きだったんかな、はい、あとか。何がディープインパクトとか。お、素晴らしい、素晴らしい。ハルウララ、ハルウララいいですね。あのニュースになるような、あ、北さんブラック、あ、北さんブラック、はい。いや、八王子が今喜んでますよよく言ってくれます。あの、だから誰がその馬の主かみたいな、はい、馬主さんですとかもありますよね、あります。その辺だけ知ってます。ああ、もうそれだけ知っては大丈夫でございます、はい。うん、ということでご紹介するのは、はい、今おっしゃってくれた、はい、ディープインパクト、お、そしてコントレイルなんですが、そのお話は次回ということで。お、次回、はい。楽しみ。もうでも知らない馬出てきました。あ、コントレイル、あ、コントレイル、はい。赤信号はしてますか、コント赤信号。あ、でも名前聞いたことありますね。あ、本当ですか。芸人さんの方が詳しいかもしれない。馬より。そうですか。あれもまあ、いい3頭なんですけど。あ、3頭頭じゃないと思います。あ、そうです。はい。第4コーナー最後回った時からもうスーって1頭抜け出したのが、そう、ディープラン。あらららららら、え、ちょっと、いや、もっと、あ、これは強い。